い、今回の幸福の科学はいただいた本の中でメインとも言える一冊の書籍ですね。私はこれね結構いいと思います。今回のタイトルは誠実であることですよね。まあ誠実の概念はそれぞれみんな違うと思いますけども、まあ少なくともね自分の中の誠実さを大切にいきたいなとは思うんですよ。こういうふうに書いてます。誠実であること、誠実であることの価値が忘れられがちであるようだ。まず自分自身に対して誠実であるということは本能に忠実に生きるということではない。動物性に支配されることなく自分を律していくことが大事だと。そして自分を律していくには大きな志がいる。大きな志は単なる自己実現を超えて誰のために何のためにということを必ず問われる。まあそうですね、やっぱりね何のために誰のためにっていつも問いかけることによって、それを目的とした行動、それが誠実ってものにつながるんではないかなと私も思いますね。だからある程度本能のままに生きることはこれは避けられないことですけども、その本能を理性で抑制していくっていう力が私たちにありますから、だから食べたい時に食べるとかね、なんか飲みたい時に飲むんじゃなくって、やっぱり周りの人との関係性を大切にして、こうやったら喜ぶんじゃないかな、こうやったら悲しむんじゃないかな、こうやったら怒らしちゃうんじゃないかなっていうことを常に考えて、誰のために何のためにっていうふうなところに持っていくこと、まあこういった考え方とってもいいと思いますよね。ちょっとこちらはね、こちらもですけども、私いただいた本で必ず全部読むんですよ。必ず全部読むからいろいろこうやって動画撮れるんですよ。でもこうやって本をね受け取るふりしてそのまま捨てる人いるでしょ。だから私はそういう人よりも誠実だと思うんですけどもね。で読んだことの感想をこうやってアウトプットすることによって、お前それは違うよとかって指摘を受ければまた一つの気づきになるじゃないですか。ですんで私は解釈したことも解釈できなかったこともこうやって表現していこうかなと思ってます。今回も幸福の科学の皆さん本当にお届けいただきましてありがとうございました。